ゴミが好きなんですよ。ゴミ好きなんですよ。ゴミ好きになった理由は、もともと僕ガソリンスタンドで働いていて、ガソリンスタンドで必ず車が来て、灰皿ないですかっていう話をすると、あ、灰皿これ持ってってって言って、すげえ灰皿のゴミが溜まって、で、もう本当にびっくりするぐらい溜まるんですね。その時に、じゃあ休憩入るなって言われて休憩入って、タバコがなかったんで、これ、前に先輩が吸ってたタバコをもらって吸ったんですよ。まあ、要は、しけもくってやつですね。そしたら、その先輩の唾がめちゃめちゃついてて、汚ねっていう風になったんですけど、その、フィルターに、こんだけ吸収力があるんだっていうことに気づいて、そのフィルターの集めまくって、で、洗車のスポンジに使おうと思ったんですね。で、それで、車を洗ったの。そしたらその当時って、マルボロっていうタバコは中に石みたいな黒いつぶつぶがあるんですよね。それも気づかないで俺洗っちゃって車傷だけにしちゃったんですよ、お客さん。でも捨てられたものがこうやって利用されて新しいものに変わってって、まあ仮にお金になったらすごい世の中だなっていうことにそこで気づいたですね。なんか失敗から学んだ。失敗しかしてない人生は失敗しかしてない。むしろ失敗しかしてない、多分日常の中でゴミって身近なものでいっぱい、多分みんな当たり前のように捨ててますけど、僕は当たり前を変えたいと思ってます。当たり前にゴミとして出てしまうものがまた世の中で使われていくとか、当たり前のようににもう捨ててしまったらゴミっていう認識ですけど、それ拾い上げれば宝物になったりするので、僕はゴミで宝物、ゴミを宝物にして、まあ輸送したりとか、また使ってもらえることをしたい、していきたいですね。僕らの会社で YouTube を始めました。これはスタッフから出てきた意見で、ある協力会社と一緒に思いを伝えていきます。その中で本当に赤裸々な部分とか失敗した話とか、スタッフがこんだけ頑張ってるとかっていうところをこの YouTube で配信できたらな、少しでも見ていただけたらうちの会社を分かっていただけるんじゃないかなと思って、これからも続けていきますので、チャンネル登録もしよろしければよろしくお願いします。ありがとうございました。